皆さんはこのビデオで静止状態の水流量が無意味であることを証明するテストを見るでしょう。静止状態の水流量は非生産性を含んでいます。いくつかの一般的な知識から始めましょう。不適切な使用水量は鳥の増体を制限します。鳥の飲水量を最大限にすることは重点目標です。残念ながら人々はこのゴールを達成する方法に関して混乱します。ある人々は水流量の標準を使うことを推進し、それが水の消費量を最大限にすると思っています。言い換えるとニップルドリンカーの流量は最適なブロイラーの性能を保証するために測定されるべきである。そしてドリンカーの流量の測定は飼育者とサービスマンが容易に適切な追加の飲水流量を鳥に与えることができると示しています。静止状態の水流量テストで測定されたある標準は鳥の日齢によりさらなるドリンカーの流量を要求しています。この文献は1週例あたり毎分 7ml にさらに 20ml を加えた水量を示しています。標準を確立したいことは理解できます。しかしいかにその標準に立ったとしても実際の飼育現場では成績を悪くします。多くの人々がこれらの標準に依存します。したがってそれらを正確で詳しい調査をすることはとても大事なことです。現在の標準は野外の流量テストをもとに作成されています。そのテストはドリンカーのトリガーピンを真上に押し上げて1分間保持するものです。このテストがどのように行われるか見直してみましょう。ドリンカーのトリガーピンを真上に押し上げて水が出る状態で1分間保持しています。その上で出てきた水量が計測されます。飼育者は高い水量を得るために水圧を高くします。我々はこれを静止状態の水流量、静的フローと呼んでいます。これの水流量はすなわちトリガーピンを真上に押し上げ静的流れが開放の状態で1分間測定したものです。さてそれでは鳥が実際に飲む方法で比較テストを行ってみましょう。鳥は実際の飲水ではダイナミックにつついては離し、つついては離します。それぞれのつつき方は異なっています。それは静的ではありません。皆さんはこのように鳥がトリガーピンを押し上げて保持した状態で飲水するのは決して見たことがありません。鳥の実際のダイナミックな飲水行動と静的な流量テストの間の差は簡単に見ることができます。静的フローとダイナミックフローとの間に直接及び予測可能な相関性があるかどうか調べることは重要です。私たちのポールトリーワータリング U 技術チームは完備された試験方法を使用して答えを見つけようと思います。最初にチームは実際に鳥が飲む方法に似たトリガーアクションができる機械を開発しました。我々はそれらのダイナミック及び静止状態の水流に関してドリンカーのテストをします。テストを振り返ってみましょう。ここに同じ水中圧で静的な流量方法を用いて同じ時間内に使用してテストされた2つの異なるドリンカーモデルがあります。静的な流量テストでは1分後ドリンカー B はドリンカー A よりおよそ 109% 多くの水を放出しました。今私たちは鳥が実際飲水する方法に似たダイナミックな横方法の突き動作を使用して先ほどと同じ2つのドリンカーをテストします。論理上ドリンカー B はダイナミック試験でもドリンカー A に比べてさらにより多くの水を放出するに違いありません。見てみましょう。実際のダイナミックフローテストではドリンカー A がドリンカー B より 120% 多くの水を放出しました。静的フローテストとダイナミックフローテストでは正反対の結果となりました。
性的フローテストではドリンカー B がドリンカー A に比べ 109% 多くの水を放出しましたが、ダイナミックフローテストではドリンカー A がドリンカー B より 120% 多くの水を放出しました。明らかなことは、皆さんは測定するべき性的な流量テストを信頼することができず、鳥によってダイナミックに飲水された時、ドリンカーが実際にどれだけの水を放出するか正確に測定することはできません。したがって水圧の高い静的フローは水圧の高いダイナミックフローと同じではないということです。率直な真実は、静止状態の水流量基準は無意味であり、使用されるべきでないということです。したがって我々は静的フローの高い流量を基準にしてドリンカーを選ぶべきではないということです。最も重要なことは、静的フローは給水システムの水圧設定を決定するためには使用されるべきではないということです。これらの標準の使用は過剰な給水や過小な給水を引き起こし、最適な鳥の性能を引き出すことにはなりません。実際のところ、鳥が飲水した水量を測定する正確な方法はおそらくありません。しかし、乾燥した床面、色料により鳥の健康状態を保ち、成績を向上させるより良い給水システムの管理方法はあります。それは床面、色料の状態を観察し、これらの状態に基づいて給水システムを管理するという単純なことです。このドキュメントはあなたがそうすることを助けることができます。成績を最大限にするために、また実際的な管理手順のために、より多くのビデオおよび Poultry Watering You ウェブサイトを訪ねてください。